E2K のミニシャトルだ。かわいい。向こう端まで行けるんだよなこれ。この手のアトラクションって短いながら子供たちに結構受けるよな。ああ、でも例の感染症で今休止中か。もったいない。こればっかりはしょうがない。辛抱だな。しかし、このミニシャトル、帯がピンクなあたりモデルはハヤテかしら。確か、E2K って2種類あったよね。それも間違いではないが、詳しく見てみるともっとたくさんの種類があるぞ。それじゃあ今回は東日本新幹線における E2K の編成ぶりと運用の歴史について教えよう。よろしくお願いします。E2K は秋田新幹線小町の並結相手として、また長野新幹線の改良用の車両として配備された形式だ。最高速度は時速275キロ、車体幅や高さは200km に準じており、東日本にとっては25年ぶりのノーマル新幹線となった。そんな E2K はおおよそ4つのタイプに分類される。カテゴリーに分けるとこんな感じだ。と言っても最初に存在していたのはこのうちの2種類だけだったがな。赤帯とピンク帯の違いなら私でもわかるわ。もちろん間違いではないが、その差異が出てくるのはもっと先だ。当初はどちらも赤帯に統一されており、違いがわかるのはマニアか会社の人間くらいのものだった。まず1997年に登場した長野新幹線用の N 編成。8両で組まれた赤帯の E2K で、先頭車に自動連結装置がないのが特徴だ。7号車がグリーン車で他が普通車座席だ。パンタグラフはひし形。カバーはすっぽり覆うような大型のものが設置され、結構目立っていることがよくわかる。1990年代後半の新幹線らしい特徴だね。この N 編成はもっぱら長野新幹線の浅間運用に充当された。機能的には275キロで走行可能だ。と言っても運用の特性上260キロが実質的なマックスだったがな。次に同じく1997年に登場した J 編成0番台グループ。いろんな呼び方があるが、ここでは J0 番台で統一しよう。こちらは N 編成をベースに盛岡片8号車に自動連結機を備えているのが特徴だ。E3 系との連結に対応した、というわけだな。E2 系って全てが連結に対応しているわけではないのね。意外と盲点だよな。で、J0 番台は主にやまびことして使用された。と言ってもスペック的には N 編成と変わりはないから長野、新潟行きの運用も少なからずあったぜ。パソコンソフトでいうスタンダードとアドバンス、といったところかしら。そんな E2K はまず1995年に S6、7編成として量産先行車が2編成落成。4月に S7、6月に S6 が車籍登録された。数字と生まれ順があべこべなのが面白いね。というより、量産先行車が2つも用意されたの？ N、J 編成のそれぞれに対し試作車を用意したんだ。おそらく、長野新幹線の急勾配と周波数変換の試験と、並結のための試験を同時並行で進める必要があり、2編成用意して開発スピードを早めようとしたんだろう。S6 編成が N 編成、S7 編成が J 編成の試作車に相当し、それぞれ E2K の改良に合わせて N1、J1 編成として量産化改造を受けている。ちなみに、量産先行車2本と量産車では先頭の顔つきが少し異なるんだ。量産車の方が少し膨らみのある形になっている。空気抵抗が改善されたらしい。こう並べてみると違いがはっきりするわね。この2編成で1年6ヶ月にわたる試験を行い最終的な量産車の使用が決定。1996年に J2 編成が落成。後に J6 まで出揃い、1997年3月22日の秋田新幹線開業に合わせて営業開始となった。一方で N 編成も N2 編成が1997年3月に登場。こちらは N13 まで登場した。同年10月1日に長野新幹線として運用を開始したぜ。新線開業後も J15 まで新造された。これにて E2K の配備は一旦終了となり、N13、J15 までの全28本が揃えられた、というわけだ。この動きとは別に1998年12月より上越での朝日にも投入された。こちらは J、N の両方が運用された。
上越は時速240キロがマックスだから、N でも大丈夫ってことね。とまあ、E2 系の動きはこれで落ち着いたわけだが、2003年には東北新幹線の八戸延伸が迫っていた。とすると伸びた分増備しないとね。そうだ。だが E2 系の最初汽車の登場から6年も経ってくると新技術もそれなりに増えてきた。また乗車距離も伸びるから輸送力も増やさなくてはいけない。そこで JR 東日本は一旦 E2 系の仕様をリセットし、マイナーチェンジを図ることとなった。そうして生まれたのが E2 系1000番台だ。この1000番台も製造時期で主に2タイプに分類される。この八戸延伸に合わせて生まれた J50 番台グループと新青森延伸でさらに増備された J70 番台グループだ。ここでは J50 番台について解説する。1000番台グループは J0 番台を基礎に作られたグループで、盛岡片に E3 系との連結機を備えている。そして輸送力増強のために重量のロングタイプで製造された。またピンクの帯をつけたことで既存の浅間タイプとの差別化を図っているぜ。おしとやかで上品な色合いになったわね。そしてこの1000番台グループは既存の0番台とは別形式と言ってもいいほどの仕様変更がなされており、一番劇的な変化がパンタグラフ機構の大幅改善だろう。1000番台ではパンタグラフがかなり小型化。そもそもの形状を変化させ、剥き出しでも騒音が出ない仕様になった。おかげでパンタカバーを車両から排することができ、大幅な軽量化が実現した。随分とスッキリしたわね。やっぱり新幹線はシンプルな方がかっこいい。また大窓を採用したことも大きな特徴だ。0番台は1列あたり1窓だったが、1000番台からは2列窓に変更された。これは眺めを良くすることもそうだが、いい方形と材料を共通化することで生産コストの抑制も狙ったんだ。あと、ドアの構造が複雑なプラグドアから、従来の単純な引き戸に変更されている。シンプルに騒音対策として意味がなかったんだろう。確か300系でもそこまで効果はないって分かったから似た変更がされてたわよね。何かとコストカットをいい方向で成し遂げてる。他にも車体構造の変更や乗り心地の向上など、とにかく別形式と言っていいほどのアップデートがなされているのが1000番台のすごいところだ。ただし、これら1000番台では周波数変換装置がなくなったから長野には入れない。徹底的な東北仕様ってわけだな。まあ、長野新幹線が延伸したわけじゃないからね。この1000番台は量産先行車として J51 編成が落成。2001年1月のことだ。この時点で量産先行車が3つもあるのくさ。こいつの面白いところは当初は赤帯かつ8両の J0 番台に近い外観で登場したこと。さらに盛岡方だけでなく、東京方にまで自動連結機がついていた。つまり大窓で浅間塗装をしていたってことよね。すんごいレアなんじゃない？というか、なんで両端に連結機がついていたの？実は八戸延伸を見越して、E2 系8両を2本繋いだ16両で連結走行させる計画が持ち上がっていたんだ。それを見越して両端に連結機をつけたんだぜ。なんという鉄オタ垂涎の計画。驚くことに E 方形との連結も考えられていたそうだ。まあ、結局10両にして小町と繋いでおけば輸送力は十分、という結論になっちまったがな。コストも考えると落としどころはそこだろうけど、そんな夢のある計画があったのね。亜種でいいなら中国の CRH2 で E2 系同士の連結が実現しているけどな。これはまた別のお話だぜ。何はともあれ J51 での試験結果を踏まえて量産タイプが登場。八戸延伸向けとして2002年中に J52 から57が、200系置き換えとして2003年から2005年にかけて J58 から69が製造されている。これらはすべて最初からピンク帯重量で落成した。また J51 編成も2002年11月に重量に増結、ピンク帯になったぜ。さらに既存の J0 番台も重量ピンク帯化を果たした。この時78号車は新しく新造された。外観は1000番台と同じだから J0 番台は大窓と小窓が混在する変わり種編成となった。ただし、電装品は0番台に合わせられた。これで周波数変換が可能で長野に乗り入れることができる。
そうは言っても重量化 J0 番台も東北専用になったから、長野入線の機会はほとんどなかったがな。しかし、お召し列車として当時の天皇陛下を乗せた J 編成が軽井沢まで走ったことがあるし、北陸新幹線延伸前に試験として J5 編成が黒部宇奈月温泉駅まで乗り入れている。ちゃっかり JR 西日本管区に入り込んでくさ。ワンチャン E2K 輝き金沢行きとかあったかもね。この J0 番台の重量化は2002年のうちに全部終わらせたぜ。なお、この時一部の N 編成と J0 番台の間で2から7号車の中間車を丸ごと入れ替える大規模な編成組み替えを行っている。機器類を揃える目的があったらしい。また量産先行車である J1 だけは重量化ができなかった。個人サイトだと車体の強度不足とか書かれていたな。量産車とはだいぶ仕様が異なるから、変にいじらない方がいいんでしょうね。結果東北での運用は消滅したから J1 は N 編成と共通化され、編成番号も N21 に改められた。長野で唯一の自動連結機付き仕様となり、姿勢がかなり独特だったから、注目度の高い編成だったぜ。あとイーストアイの車両を組み込めたことでも有名だな。道土地狂えばこんなゲテモノ編成ができるのよ。詳しい解説は別に動画があるからそれをチェックしてな。とまあ、ここで E2K の増備は終了した。2004年に車両運用の効率化のために上越から撤退。以後、長野、東北での運用に専念することになる。まあ、この時期になると E4K も増備完了したでしょうし、住み分けができるようになったってところかしらね。この時期に JR 東日本は次世代車両の開発に事業をシフト。2003年に上越新幹線で大改造を施した J56 編成を360キロで走らせる高速試験を実施。また、これはどの編成かはわからなかったが盛岡八戸間で無改造の1000番台が320キロで走行試験を行っているな。この結果をもとにファステック360シリーズの設計要項が決定した。新青森及び北海道延伸向けの新型車両の開発がスタートする。これが後の E5、E6系になるのね。しかし、ここで思わぬ誤算が起こる。もともと新青森駅は2012年くらいに開業予定だったんだが、政府の方針で2年前倒しになった。それの何が問題なの？ E5 系の開発が新青森延伸まで間に合わない。あ、というわけで2010年。E5 系の量産先行車ができていながら、E2 系が新たに6本も製造された。これらは J70 から75の番号が割り振られているから J70 番台と区分される。ただし、完全な別区分というより J50 番台の1種類というのが正しい立ち位置だ。走行性能は J50 に準じている。しかし、内装など客が目にする部分はだいぶ異なっている。この J70 番台は内装が E5 系に合わせられているのが特徴だ。方向幕はフルカラー LED で、コンセント付き、読書灯や防犯カメラ、非常通報装置、その他もろもろ E5 系に準じた機能が揃えられているぜ。2010年9月に最終編成となる J75 編成が落成。その2ヶ月後に E5 系量産車仕様である U2 編成が落成し、わずか数ヶ月の差が大きく運命を分けたぜ。さながらプレイ E5 系といったところね。悪く言えば E5 系のなり損ないかしら。まあ、改良が早まったところで車両の開発を2年縮めるなんてできないからな。こればっかりは嬉しい誤算としか言いようがない。なんやかんやあったが2010年12月、晴れて新青森駅が延伸開業。これで東北新幹線は全線が繋がったぜ。翌年の3月5日に E5 系が運転開始。徐々に E5 系が増えることを見越して JR 東日本は東北で余剰となる E2 系を上越に再導入させる方針を決めた。2013年上越での E2 系の運用が復活。およそ9年ぶりの出来事となった。同じ時期に E3 系翼との連結運用も開始。それまでは E4 系が翼の連結相手だったが、E2 系にパートナーを変えたことで翼の最高速度が275キロに引き上げられたぜ。どんどん活躍の幅が広がっていくわね。しかし、それは同時に E2 系の第一線からの引退が迫っていたことも示していた。
2013年5月、E5 系の最高速度が300キロから320キロにアップ。それと同時に E2 系は盛岡から新青森までの運用を失った。同年9月、本来の目的だった E3 系小町との連結運用を終了。E3 系の並結相手も E5 系に置き換えられた。ものすごい勢いで居場所を失っていく。さらに E2 系初期グループの老朽化が目立ち始め、2013年10月の J2 編成を皮切りに J0 番台の廃車がスタートする。末っ子が生まれてわずか3年後、2014年には E7 系が浅間として先行運用を開始。結果として E2 系 N 編成も居場所を失い、同年度中20本が廃車された。金沢延伸が迫っていたからなおさら急いでたのね。とは言っても金沢延伸後も4本が残存しており、長野までの浅間として活用されていた。しかし、2017年3月までについに2編成を残すまでとなり、同月25日、N13 編成がありがとう E2 系浅間としてラストランを行った。これで北陸新幹線から E2 系が完全撤退した。並行して J0 番台も廃車が進行し、2019年8月に J12 編成を最後に J0 番台は消滅。ついでに3月には J51 も廃車された。その他 J52 以降は残存し、今に至る。そして現在の活躍の場だが、基本的に上越全線と東北の仙台より南のエリアに限られているのが特徴だ。J70 番台が比較的新しいこと、E3 系翼との連結の相手が必要であることからまだまだ活躍の場はあるだろうが、E8 系の登場が発表された以上、そう長くはないことは覚悟しておいた方がいい。上越にも E7 系がどんどん進出してきてるもんね。そうだ。とやかく言われる前に記録しておくことが重要だぜ。鉄道趣味は時間との勝負だからな。最後にここまで出てこなかった中で、面白い経歴を持つ編成を紹介して終わろう。最初に挙げるのが J10 編成。こいつは2017年に廃車された後、東京片1号車が三和鉄器という会社に引き取られた。三和鉄器は新幹線の架線を作っている会社だ。その縁があって搬入されたんだ。月1回ほど一般公開している。ホームページから申し込めるから気になった人は調べてみよう。ちなみに、同社敷地内にはデゴ1や都電の車両も保存されているぞ。次に J14 編成。こちらも E2 系の保存車の一つで、2018年の廃車とともに10号車がザ・広沢シティという施設に搬入された。この広沢の E2 系を見学した時の動画はこのチャンネルにアップロードしているからぜひ見てね。広沢は年中無休かつ無料で開放されている。他にも在来線や飛行機の展示もあるからすごく楽しいところだぜ。あと、J14 は解体前にテロ対策の訓練資材として活用されている。その様子も YouTube に上がっているから見てみてな。さて、現役の車両に戻って J59 編成。1000番台にパンタグラフカバーがないと言ったが、この J59 編成には2017年9月にパンタ周りに遮蔽板を取り付ける改造が行われている。275キロならカバーなしで東北で走っているわよね。なんで今回わざわざ取り付けているの？騒音低減そのものよりも、騒音に関する基礎実験といった意味合いが強いな。比較検討のために今回取り付けた、といったところだろう。E2 系で上越275キロは実現しないだろうが、基礎データとしてきっちりと活かされるはずだぜ。最後に紹介するのが J69 編成。この車両は J50 番台で最後に増備された車両。といってもなかなかいわくつきの車両で、中越地震で脱線した200系計25編成の置き換えで作られた。ふーん、でも走行不能になった車両を新しいので置き換えたってだけの話よね。この子の何が特別なの？こいつも脱線した。は？東日本大震災の時に東北新幹線の列車が即時停車したのはわかるな？その時一本だけ脱線した列車があった。それが J69 編成だ。じゃあつまり、
脱線した車両を置き換えた車両が脱線しちゃったってこと？そういうことだ。どんな因果よ。まあ、その時は試運転で乗客もいなかったし、仙台駅に進入中で低速だったから被害は少なかったんだが、4号車の車輪が線路から脱輪してしまった。知らないうちにそんなことが起こってたの。まあ、津波の被害に比べれば小さなことになっちゃうけど、車両が車両だけにオカルトチックに語られがちだが、J69 の脱線では中越地震での事故を受けて設置された逸脱防止ガイドがしっかりと機能したと言われている。事故時に低速だったのが大きいとは思われるが、このガイドのおかげで大規模に脱線することはなく、周辺の設備の大きな損傷も防げたんだ。つまり、K25 編成での教訓がしっかりと活かされたわけだな。はぁ、普段から対策をしていれば、いざという時にちゃんと結果が返ってくるものなのねー。そういうことだな。E2K は安全面でも新幹線の進化を証明したってわけだ。以上が E2K の編成の解説だ。いやー、想像していたよりずっと聞き応えがあったわ。メタ的なことを言うと、ウプ主もここまでのボリュームになるとは思ってなかったらしい。それほど内に秘めた実力は相当なものなのね。そうだ。考えてみれば中国進出だって果たした車両だ。そう単純に語れるもんじゃない。どんなところでも走れる究極の汎用タイプ。それが E2K なんだ。ここまで来たらいつか中国の CRH にも解説してくれなくちゃね。おいおい、振りはやめてくれ。いつかやるフラグになってしまうじゃないか。だが、その前に解説すべきものがある。E3K ね。そうだ。シンプルな区分だった E2K に比べ、こっちは種類がめちゃくちゃ多い形式だ。というより、1編成ごとに物語があり個性がある、と言った方がいい。おそらく無限に解説できてしまうぜ。しかも再生数が取りやすいから似たような名列車動画がすでにいくつもある、というね。それ以上言わないでくれ。どんどんハードルが上がっていくじゃないか。まあでも、このチャンネルらしい個性を出して作るつもりだ。できれば E3K 総集編にしたいと思っている。難産になるだろうが、首を長くして待ってくれると嬉しいぜ。私たちはまだ鉄泊にいるし、安心してね。それでは今回もご視聴、ありがとうございました。